こんにちは、こんばんは。コカートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は私の大好きなティム・バートン監督の映画ミス・ペリグリンと奇妙な子供たちをご紹介したいと思います。私にとったら本当に何度見ても作品のヒントが散りばめられているような、そんな珠玉の映画です。ティム・バートンの映画って本当に奇妙な生き物とかちょっと変わったキャラクターがたくさん出てくるんですけれども、この映画のパッケージの裏にもティム・バートン史上最も奇妙な映画と言われてるほど、この映画は本当にティム・バートンの映画の中でも本当に奥が深くて最も奇妙な映画と言っても過言ではないと思います。明るいファンタジーというよりもダークファンタジーと言った方が正しいかもしれません。作った人には本当に失礼なんですけれども、ほんのちょっとだけアダムスファミリー的な、そんな雰囲気を匂わせるような、そんな映画かもしれません。原作はハヤブサが守る家という小説が元になっているそうです。小説のあらすじとかその小説のレビューもいくつか読んでみたんですけれども、小説はファンタジーの要素はもうほとんどなくて、サスペンスホラーと言ってもいいような、そんな小説だと思います。そんなサスペンスホラーがティム・バートンの手によるとこんな素敵なファンタジーになってしまうんだなって。もちろんダーク寄りのファンタジーなんですけれども、その辺にやっぱり監督の才能を感じました。もうダークファンタジーといえども映画ではファンタジー色満載で完結しているような、そんな映画なんですけれども、原作の方は歴史的背景をかなり意識していて、差別問題とか人種差別とか人権問題とか、そういう重いものをベースにしているように、そういうふうに思いました。この映画を見る前に原作を読んでおいたらまた違った感覚が味わえたのかななんて、そんな感じも思いました。ハヤブサが守る家というふうに検索していただければ原作もかなり手軽に手に入るので、もし可能でしたらこの映画を見る前に原作を読んでみて、それからこの映画を見たらまた違った感覚が味わえるんじゃないかななんて思いました。いつもティム・バートンの映画の始まりはもうファンタジーの世界にいきなり引きずり込まれるような、そんな始まり方がいつも多いような感じなんですけれども、そんな感じじゃなくて、え、本当にこれティム・バートンの映画なの？っていうぐらい、かなり始まりは平凡な始まりだったように思います。多分これは後のコントラストをつけるためのティム・バートン監督の計算だと思います。主人公はいまいち周囲に溶け込むことができないような、そんな内向的な少年なんですけれども、その少年がおじいちゃん祖父の死亡をきっかけに遺言に従って小さな島を訪れるんですけれども、その小さな島に訪れたあたりからどん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 不思議な世界に引きずり込まれていくんですね。その島にたどり着いてちょっと廃墟のような屋敷に入るんですけれども、その屋敷の中で奇妙な子供たちと出会います。奇妙な子供たちが一見もグロテスクでちょっとホラーなのかなっていうような感じで、最初はちょっと引いてしまう場面もあるんですけれども、見てるうちにどん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 そのキャラクターに愛着が湧いてくるのはティム・バートン作品の特色かもしれません。中でもこの映画は今までのティム・バートン作品の中で最も奇妙なキャラクターたちがたくさん出てきます。その不思議な世界が危機に追い込まれるんですけれども、その危機に内向的だったはずの主人公の少年ジェイクが立ち上がって戦っていろんな困難を乗り越えていくんですけれども、今までのティム・バートンの映画の色味っていうのもしっかりありながらも、今までにティム・バートンが入り込まなかったそんな世界観も随所に見られて、本当に見ていて飽きないような、次はどうなるんだろうというようなハラハラドキドキが止まらない、そんな映画でした。もしかしてこれシリーズになるのかなってちょっと思ったんですけれども、まあ、ラストを見てしまえばきちんと完結していて、あ、これはシリーズにはならないのかななんて思いました。私は 2D と 3D の両方で見たんですけれども、この映画も可能でしたらぜひ 3D で見ることをお勧めします。 3D を意識した細かいディティールにこだわってるなって、そんな風に感じました。雫がちょっと落ちるシーンがあるんですけれども、それがただ立体的になってるっていうだけじゃなくて、その雫が落ちたあたりの広がりとか奥行きとか世界観が本当に感動しました。奇妙な子供たちは出てくるんですけれども、その原作にあるような人権問題とか差別問題っていうのには全く触れずに、本当にファンタジーの映画には仕上がってるんですけれども、この奇妙な子供たちを見ることで人の容姿とは何なのかなって、人の人権とは何なのかなって、見た目って何なのかなって、そういう私たちの思い込みとか私たちの概念とか私たちの価値観をいい意味でなんか覆してくれるような、そんな映画だと思いました。キャラクター一人一人、子供たち一人一人、いろいろなことを考えさせられるような、奇妙な子供たちももちろんなんですけれども、このミス・ペリグリン役の女優さんに私は本当に引き込まれました。衣装も素敵
でしたし、メイクも素敵でしたし、凛とした強さとか厳しさの中にものすごい愛情が深い、そういう女性を見事に演じられていました。私も作品に悩んだりとか、作品のキャラクター作りに悩んだりした時にこの映画を見て参考にしていこうかなって思いました。私が買ったこのブルーレイには 3D と 2D とあと特典映像としてメイキングとかロケ地の舞台裏映像なんかもあるんですけれども、それを見てからまた本編見たんですけれども、それでも本当に引き込まれるような、今までのティム・バートンの世界観にプラス今までにないような新しい試みが随所に見られる、本当にファンタジーの要素もあるし、アドベンチャーの要素もあるし、メッセージ性も強いですし、キャラクターに愛着も湧きますし、本当に見ていて飽きない映画だったので、ぜひ皆さんもご覧ください。今回も私の拙い映画紹介ではなかなか映画の魅力伝えきれてないと思いますので、説明欄にミス・ペリグリンと奇妙な子供たちの予告編とかいろいろなリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ここはアートチャンネル。よろしければチャンネル登録もお願いします。画面のおすすめ動画もぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いします。ありがとうございました。